久保さん。なんか久保さんのチャンネルの全体的な、これ上がってきたんじゃないですか。ね。再生数が。まあ、山本太郎さん経由できて、この人何やってる人だろうみたいなですね。<laughs> ま、今回は、うん久保さんがタイトル一人で稼ぐみたいな話ですよね。うん。あ、会社員でも稼ぐ時代か。 まあでもね、久保さんマージャン店のおっさんでしたからね、10年前。<laughs> 吉田さん、クロームブックこれ2万円で買ったんですよ、みたいなね。目、ね、キラキラしてる。<laughs> 2万円 <laughs> ?2 万円ですかみたいなね。<laughs> 懐かしいっすね。僕は久保さんのその過去を知ってるんで、なんか今はね、もう、ある程度ね、分かってるじゃないですか、いろいろと。まあ、今回の山本太郎事件ですよね。<laughs> まあそれもね、集客をこう、して、まあこうスイッチングしていくっていうね。そう。もうそろそろもういいんじゃない、あ、億万長者がしくもちょっとそろ、こういうスイッチングしても,もういいんじゃないかなと。ね。<laughs> うまいっすね。タイミングがいいんじゃないですか。<laughs> まあ僕はタイミングちょっと圧腺した部分ありますけど、うん。まあでも今後ね、まあ、 ね、仮想通貨でちょっと仮想通貨まではいかないけどもあれじゃないですかちょっとプチブレイクじゃないですかねえそうなんかなんすかねあのうんこれにしましょうかそのアク,アクセスのあ,あの久保さんが前言われたみたいなねアクセス稼ぎかみたいなねアクセス稼ぎかみたいなね <laughs> YouTube やっててアクセス稼ごうとしないんだったら何やるんだっていうね <laughs> すいませんね YouTube やってていやずっとアクセスゼロのままでいいんですっていうそれでずっと続けるって不可能じゃないですかゼロですよ、うん、ゼロで10年続けるまあ久保さんも YouTube10 年ぐらいやってると思うんですけどゼロで10年続けるまあ無理ですねビジネスできねえしね <laughs> それは無理ですよ物理的にうん まあ、いくらコストかかんないっつっても、1円も10年上がらずね、ずっとゼロ再生でできるかっていうと多分無理っすね。うーん。だからアクセスか稼ぐために、うん、やれることをやるってことですよね。まず。うん。まあ、言葉は汚いですけど、どんな手段でもアクセスある程度稼がないと知ってもらえないんだよね。うん。知ってもらわなかったら話にならないですから。 で僕の場合はアクセスそんなないので本数、もう僕のチャンネルね、2万6000本ぐらいやってますよ。久保さんより僕は YouTube、まあ、この僕がやってるアカウントは、あの、なんだサ、サブだったんですよね。最初メインアカウントもあったんですけど、サブであのアカウントバンされて、で、そのサブチャンネルみたいなのをメインにして、今2万6000本ぐらい一般公開してますけど、まあ、1本あたりの再生数少ないから、 まあ本数めっちゃこなしてきましたけど。うん。やっぱりリーチしないとね、ある一定は難しいですよね。顧客数ゼロでどうやって売るのって話で。で、久保さんも僕もそうなんですけど、どんなそのアクセスだったとしても、人は人なんですよ。ね。ロボットのアクセスじゃないんですよ。再生数ロボットじゃないんですよ。だから、山本太郎さん経由でも、その、あ、この人おもろいなって、この人何やってるんだろうって思う人は一定数いるわけですよね。 で久保さんも一応ビジネスでやってるっちゃやってるんで、うん。だからやっぱアクセスを稼ぐ、も,もちろんその、ね、コンバージョンレートを上げる、制約率を上げていくんだったら、まあ、例えば久保さんだったら速可塾やってますし、まあ、FX オリガルヒーとかやってるので、じゃあ x オリガルヒーを売ってる、売るんだったら、FX の情報を発信して、FX に興味ある人とかね、そういうた集めてね、FX 売った方が、まあ、コンバージョンは高いと思いますけども。 うん、ただ FX ライバル多いですからね。<laughs> めちゃくちゃライバル多いですからね。山本太郎さんライバル多分少ないですよね、うん。僕は感じましたね。山本太郎さんやっぱ、なですかね。みんなやってるの久保さんも言ってましたけど、やっぱ切り抜きなんですよね。多分山本太郎さんの名前を使って自分でこう発信する人ってあんまいないんじゃないかなと思うんですよねほぼ。ほぼ切り抜きですよね。 で、それはなんで切り抜くかっていうと、その YouTube で稼いでる人たちも、山本太郎さんの切り抜き再生数もあるからですよね。ベースとしてはね。うん。山本太郎さんの切り抜きやったとしても、一個も再生されないんだったら切り抜かないですよ。切り抜けないですね。10年、山本太郎さんの動画を切り抜いても再生数ゼロです。それでも、切り抜いてやり続けるのか、編集してやり続けるのか、多分ね、 無理ですね。うん。給料なしの会社に10年。まあもちろんネットビジネス、YouTuber コストかかんないですけど。うん、その山本太郎さんの切り抜きがそもそもなんでその、出るのかっていうと再生数が取れるんですよね。特にそのアンチテーゼとこうやり合いしてるやつがやっぱ回るんですよね。うん。だからやっぱ切り抜いてる人たちもその再生数が高いものをやっぱ切り抜くし。うーん。そう。 アクセスのためにアクセス稼ぎの何が悪いみたいな昔その村上ファンドの村上さんがねお金儲けの何が悪いみたいなね <laughs> お金儲けって悪いことですかみたいなねめちゃめちゃあの世の中の議論がこう出ましたけどあの時確か、うん、YouTuber が YouTube やってる人が YouTube の再生数を稼ぎに行って何が悪いっていうねもしそれ否定されたら全部ゼロ再生じゃないですか うんう。でも多分こんな話をすると、いやいやと。まあその話はなんとなく分かるけど、山本太郎さんの名前使うなよと。多分そういう意見もあるでしょうね。うん。だからまあ、じゃあ見なきゃいいんじゃないかっていう話ですよね。<laughs> すみません、じゃあ見なきゃいいんじゃないかなっていう。うーん。 じゃあその有名ユーチューバーさんもね、有名ユーチューバーさんも自分の名前だけでやってるかっていうと、そうじゃなくて、例えば時事ネタですよね。時事ネタやってみたりとか、なんか芸能人とタイアップしたりとかね。例えばヒカキンさんもなんだっけな、ヒカキンさんがね、その長沢まさみか。長沢ま、いいっすよね。長沢ヒカキン、長沢、そう。ヒカキンさんのタイトルね。 家にいきなり長澤まさみさんが来たみたいな。890万回ですね。<laughs> いいっすね。長澤まさみ来るのか、家に羨ましい。<laughs> 長澤まさみのその認知度をね、ヒカキンさんもちょっと使ってるっていうね。多分これ839万回ってヒカキンさんの中でもまあまあ回してる方だと思うんですよね。トップクラスだと思います。830万回ですから。 そうあ、でもヒカキンさん結構1000万回超えてる動画結構あるからな。やっぱ、やっぱ、ドンは違うな。うん。そう。あ、フワちゃんも使ってますね。フワちゃん。フワちゃん。フワちゃん、フワちゃん,ん1600。フワちゃんにヒカキンガチギレみたいなね。そう。放送事項。フワちゃんにヒカキンガチギレ。1600万回ですね。うん。だから、ヒカキンさんの名前以外にも、 まあもちろんコラボしてるっていうのはあるんですけどね、うん。まあコラボしてないやつもあるかな。まあまあいっぱいあるんであれですけど。まあこれはまあ、なんすかね、その知らない人はまああれかもしれないですけど、まあヒカキンさんはちょっと有名すぎるんで、ヒカキンさんっていうキーワードにもアクセスぶりもありますけど、要は、麻雀店のおっさんで、その久保さんがどれだけやっぱ YouTube 発信しても限界値があるわけですよ。誰も知らないんですよ。 山本太郎さんより認知度全くないですよね。そう。で、その認知度がない人がアクセス稼ぐってなると、誰かのね、人を借りるっていうことをしないと、もしくはトレンド、時事ネタですよね。今、世の中で、えー、まあ、これ、YouTuber の方もね、中堅 YouTuber と初心者 YouTuber も結構やる、トレンド系もやりますけどね、炎上ネタとかね。自分は、自分にはアクセスないんですよ。知ら,知られてないからね。でも、炎上しているニュースに関しては、もうニーズがあるんですよ。 そのユーチューバーは知らないけど、そのニュースは知りたいとかね。うん、その、あの、底辺ユーチューバーの名前は知らんけど、ね。底辺ユーチューバーの名前は知らんけど、山本太郎さんは知ってるみたいですね。<laughs> うん。はい。ということで、アクセスは稼がないと、ダメっすね、ユーチューブやってるんだったら <laughs>。 ボラン、久保さんがボランティアでやってるんだったら別かもしれないですけどね。ボランティアでやってるんですか ?YouTube、久保さんは。やってないですよね、多分ね。うん。はい。いってらっしゃい。